カヤトーストとは、すでに焼き上げられたパンにカヤと呼ばれるスプレッドを塗った上でもう一度軽く焼き上げて作られる料理である。コーヒーと共に供されたカヤトースト。カヤトーストは、マレーシアやシンガポールにおいては有名な料理である。これらの地域でカヤトーストは朝食の定番となっており、朝食を販売する店でも売られている。 かやが塗られているトーストだからかやトーストというのであって、かやが塗られているのは必須なのだが、これに加えて、時々バターやマーガリンも同時に塗られる場合もある。なお、かやトーストは、マレーシア人やシンガポール人にとって、朝食の定番ではあるものの、別に朝食として食べるものだと決まっているわけではなく、1日中、好きな時に食べられている。また、マレーシア人やシンガポール人は、 かやトーストをしばしばコーヒーや紅茶と共に食べる。AB、かやトースト。ザヒーンド2013年12月2日閲覧。マイケルアキナンバー、ロチカや、A フェイバリットコピティアンブレイクファストスルーアウト、マレーシアシンガポール。アバウトトラベル、2015年4月16日閲覧。かやトースト。 オーストラリアンブロードキャスティングコーポレーション2013年12月2日閲覧ありがとうございます。